今日はジョージア語の脳核と動詞知っているについて勉強しましょう。Du hast schon ein bisschen Zeit, Elga Theorie Brun, Brun bis zu Zeit. Na, sehen wir, du zum Nas, Bici, Iti, Itis. Da, das ist schon weg.今日はですね、2つ勉強します。1つは脳核という新しい文法事項 と、2つ目が知っている、私は知っている、君は知っている、この動詞を勉強していきましょう。まあ、2つはちょっとつながっているので全然全く違う文法を1つのビデオで勉強するわけではないんですね。で、脳核っていうのは一体何かここから説明をしないといけないんですけれども、本当に簡単に本当にシンプルに、脳核は何かというとですね、脳核自身は、過去形、過去形以外にも使わないといけないんですけど、基本的に過去形の時、ジョージア語で過去形を表現する時に使う核なんだなというふうに今の段階では覚えてください。今の段階ではね、普通、何かジョージア語で文章を言う時、私はパンを食べますとか、私は学生ですとかの場合は、私っていうのは主格を使います。主格、一番初めに勉強しましたね、主格。でも過去形の場合は、過去形の場合はこの、脳核を使わないといけないんですね。他にもいろいろとユニークなとりあえず結構ね、ユニークな文法事項で、他の言語にはあまり見当たらないユニークなものなんですけれども、それが私にとって、僕にとってはすごくインタレスティング面白くて興味そそられたんですけれども、すごい、ね、奥深い文法事項です。で、今の段階では言った通り、過去形の時、過去形を表現する時に使う核なんだなというふうに覚えてください。あとでね、どんどん脳核の世界が広がっていくと思うんですけれども、今は過去形の時に使うんだなというふうに覚えておきましょう。で、その脳核はどうやって作るのかっていうと、ですね、子音で終わる単語の場合、は「ま」をつける、で、母音で終わる単語の場合は「む」をつけるというふうになります。例えばですね、「めこばり」友達という意味ですね、メコバリ。この場合、単語自身はルで終わります。イは主格なので関係ありません。ルで終わりますね。メコバル、ル、死んでおります。ですので、この単語の脳核はメコバルマ、死んで終わるのでマをつける。メコバルマと言います。で、例えば午後、女の子、女子という意味ですね。おで終わるので、母音で終わります。ということは、脳核をどうするかというと、そのまま無をつける。午後無。子音で終われば、まをつける。母音で終われば、無をつける。ということを覚えてください。で、代名詞にも、実は、代名詞、例えば、私であったり、君であったり、彼、彼女などの代名詞なんですけれども、代名詞にも実は、脳核があります。でも、ありがたいことに、三人称の時だけ、三人称単数と三人称複数の時だけ違った形をするんですね。例えば、上の方に書いています、主格。主格は「メ、シェン、イス、チュエン、クエン、イズニ」でしたね。で、脳核の場合「メ、脳核」同じなんですね、主格と脳核。「シェン」これも同じなんですね、「シェン、シェン」脳核の主格も同じ。三人称単数形の場合は「is 主格、でも脳核の場合は man というふうになります。で、その次、チュベン同じですね、主格と脳核同じです。トゥクベン、主格と脳核同じです。で、最後、イスニの代わりに三人称複数形、イスニ主格なんですけれども、脳核の場合は mat になりますね。だから、代名詞は脳核、三人称の時だけ特別な形があるということを覚えてください。イスの代わりにマン、イスニの代わりにマッテになるんですね。この動画では脳核は基本的に、本当に基本的には過去形を表す時に使います。で、まだ過去形については私たち勉強していませんし、将来的に勉強するんですけれども、このビデオでは勉強しません。で、唯一ジョージア語で、例外的な動詞が一つあります。それが、知っている、
ジョージア語を知っている、日本語を知っているのこの知っているという動詞ですね。でこの知っているという動詞は現在形の時も、過去形の時も脳過去を使わないといけないんですね。で次のスライド、例文のスライドでどういう風になるか見ていきましょう。でも、まあ、脳過去についてはこんな感じです。まあ、基本的に過去形を表す時に使うんだな。まあ、もっと将来的にもっとなんか奥深いものなんですけれども、奥深いあの文法事項なんですけど、今のところは過去形の表現するときに使うんだな。作り方は子音の時は、まをつける、母音の時はむをつけるんだなというふうに覚えてください。で、代名詞自身も、特に 第三人称単数形複数形にはマンとマット、イスイスの代わりにマンとマットという言い方があるんだなということを覚えて、いきましょう。で、イチス、この動詞の時はまあ、この動詞の時だけ現在形でも、脳過去を使わないといけないんですね。じゃあどういう形で私はジョージア語を知っているとか私は英語を知っているとか表現するんでしょうか。一緒に、例文と一緒に見ていきましょう。メイングリスリウィツィシェニングリスリイツィマニングリスリイツィスメイングリスリウィツィシェンイングリスリイツィマニングリスリイツィスチュエニングリスリウィツィトクエニングリスリイツィトマティングリスリイツィアンチュエニングリスリウィツィトトクエニングリスリイツィトマティングリスリイツィアン。はい、一つ目の例文ですね。知っている、もうこのビデオでは知っているという単語、動詞だけを例文に使いました。じゃあどういう風になるかというと、例えば私は英語を知っているの場合は me、 でもこの時の、あ、まあ、全部言いきましょう。 me Englishly busy になるんですね。 me Englishly busy、 私は、英語を知っている。でこの時の me は busy、 知っているという単語です。 busy、 でこれは脳覚を求める動詞なので、この時の me は、実は脳覚なんですね。視覚の目じゃなくて脳覚の目です。でその次も、ちょっと見てください。イングリスリビチイングリスリ、この時もイングリスルスではなくてイングリスリになるんですね。視覚になるんですね。が面白いことに、一つの、文章目イングリスリビチの中に脳覚目と視覚イングリスリ、脳覚と視覚があるんですね。これちょっとユニークな動詞です。これと同じでシェン・イングリスリー・イツィ、この時のシェンも主格ではなくて脳格です。シェン・イングリスリー・英語イツィ、イツィは君は知っているという動詞ですね。シェン・イングリスリー・イツィ、シェン・脳格イングリスリー・主格イツィ動詞でもイツィがあるので脳格を使わないといけない。で3つ目マン、ここで出てきましたね。マン、イングリスリー、イチス。マン、イングリスリー、イチス。マンがイスの代わりの、イスの脳覚でした。イスは彼、彼女ですね。それの脳覚です。イス、マン、マン、イングリスリー、イチス。彼、彼女、日本語での翻訳は同じですね。彼、彼女は、英語を知っている。マン、イングリスリー、イチス。マン、イングリスリー、イチス。こういう形になります。次も行きましょう。チュベン、私たちは、これも脳覚ですね。イングリスリービチット。チュベン、イングリスリービチット。私たちは英語を知っている。で次、トクベン、イングリスリービチット。このトクベンも視覚のトクベンじゃなくて、脳覚のトクベンですね。トクベン、脳覚。イングリスリー、視覚の、イングリスリービチット。あなたたちは、英語を知っている。で最後、彼たち彼女たちは英語を知っている。この時もイスにじゃなくて、マット脳覚を使わないといけません。マットイングリスリーイチアンイチアンですね。まあ、知っているという単語はに認証に従ってビチイチイチスビチッイチッイチアンになりますね。でこの動詞の時は脳覚が要求されます。
視覚じゃなくて脳覚が要求されます、文章の主語のためにね。これがまあ簡単な形ですね。私は何々を知っていると言いたいときはこの動詞を使いましょう。で、脳覚もしっかりと覚えましょう。次の例文も見ていきましょう。めつこはいつおで、しんつこはいつおで、まんつこはいつおだ。めつこはいつおで、しんつこはいつおで、まんつこはいつおだ。ちゅんつこはいつおで、とくんつこはいつおで、まっつこはいつおでね。ちゅんつこはいつおで、とくんつこはいつおで、まっつこはいつおでね。次の例文ですね。過去形はまだ勉強していないんですけれども、まあ、この単語だけもうそのまま何だろう、まあ、暗唱みたいな感じでちょっと覚えていきましょう。例えばですね、私は何々を知っていた、例えばこの場合私はダンスを知っていたって言いたい場合は目、この時も脳覚です。目ツェクワ、ツェクワがダンス、ツェクワビツォディ、ビツォディ、ビツ今で、ビツォディ過去の話ですね。知っていた。メツェクはビツオで、私はダンスを知っていた。で、次もシェン、この時も脳覚です。シェンは視覚のシェンじゃなくて脳覚のシェンです。シェン、ツェクは、ツェクはダンス、イツオディ、イツオディ。で、次も脳覚ですね。イスではなくてマンを使いましょう。マンセクはイツオダ、マンセクはイツオダ、彼または彼女は、ダンスを知っていたというふうになりますね。で、同じ形でチュベンセクはビツオディット、チュベンセクはビツオディット。で、その次もトゥベンセクはイツオディット、このトゥがありますね。ビツオディットでイツオディット、この時のトゥは複数形を表すトゥなんですね。いつおりって、びつおりって。で、最後、まって、彼たち、彼女たちは、いすにの脳覚です。まって、せくは、いつおどねん、いつおどねん。これはもう、格好はこういう形なんですね。びつおり、いつおり、いつおだ、びつおり、いつおりって、いつおどねん。これはもうこの回はね、この2つだけなので覚えていきましょう。脳覚の作り方と、あと知っているという単語、現在形と過去形の、形を覚えていきましょう。ビツイツイツ、ビツイツイツイツヤン、これが現在形で、過去形はビツオディ、イツオディ、イツオダ、ビツオディ、イツオディ、イツオドネンですね。もう例文と一緒に覚えていきましょう。で、これが脳覚です。過去形に使うんだな、めちゃくちゃ奥の深い文法事項だけれども、今のところは過去形で使う、核なんだな。で、作り方は子音の時、単語が子音で終わる時は魔をつける、で母音で終わる時は無をつけるんだな。で、一つ例外の動詞があって、知っているまたは知っていたという動詞を使いたい場合は主語が脳覚になるんだなということを覚えていきましょう。僕はね、この脳覚初めて知った時すごくね、なんか感動して、なんだこのなんだこれはと思って、で、まあ、ジョージア語の音声自体もすごく興味があったんですけれども、この脳覚の存在も多分僕がね、ジョージア語を勉強したいってなった、まあ、理由の一つかなというふうに思います。すごく奥が深い文法事項ですね。今日はここまでです。ありがとうございました。またね。アバヘ。実はさっき起きたばかりで寝癖がついたまま。